はい、皆さんこんにちは。今週のウィークリーフィックスをお届けします。東京ゲームショー2017の開催まであと約2週間となりました。で、今回は何といってもモンスターハンターワールドが一番の注目作になるのではないかと僕は思っています。で、そんなモンスターハンターワールドですが、カプコンブースで実際に使用できることが分かりました。で、今回のビルドで討伐できるモンスターはドスジャグラスとアンジャナフに加え、世界初登場となるボルボロスも狩りに行けます。さあ皆さん、TGS2017 の一般公開日は9月23日と24日になりますので、今から仮の準備を整えておきましょう。もちろん他にもたくさんのタイトルが出展しますので、その詳細は随時 IGN JAPAN の方でチェックしてくださいね。東京ゲームショー2017の開催と合わせて PS ストアでセールが9月27日まで開催されています。割引は 20% から最大 80% まであり、ホライゾンゼロドーン、人食いの大鷲トリコ、フォーナといったビッグタイトルも対象作品となっています。他にも対象タイトルはたくさんありますので、詳細は下のリンクからチェックしてください。僕もニアオートマタを買おうかなと思っています。戦後間もなくのロサンゼルスを舞台とした2011年の探偵もののアドベンチャーゲーム、エレノワールを覚えていますでしょうか。ロックスターがパブリッシュした本作は国内では12月に現行機にやってきます。そしてなんと任天堂スイッチもそれらに含まれております。スイッチでは初のロックスターゲームとなり、ジョイコのジャイロセンサーやモーションコントロール、 HD 振動、それからタッチスクリーンによる操作などスイッチの特徴に合わせてチューニングされています。プレイステーション4版と Xbox One 版はよりリアルなグラフィックが楽しめ、プレイステーション4 Pro と Xbox One X では 4K 解像度でプレイできます。さらに HTC Vive 向けに LA Noir VR 事件簿もリリース予定で、こちらは VR で原作の7つの事件が描かれていきます。先日海外でエピソード1が配信された Life is Strange の前日譚にあたる Life is Strange Before the Storm ですが、日本語版が正式に発表されました。しかも今回も吹き替えが予定されています。Before the Storm は前作にも登場したクロエが主役となり、物語は3つのエピソードを通して描かれていきます。 IGN JAPAN では先日 Life is Strange のネタバレトークもやりましたので、こちらもぜひご視聴いただければと思います。これまでは Xbox One と PC のみに展開されていた Dead Rising 4ですが、カプコンは PlayStation 4版を今年の冬に発売すると発表しました。PlayStation 4版は全ての DLC が収録されたスペシャルエディションとなっており、さらにカプコンのキャラクターになりきり、見た目だけでなく彼らの能力を使ってゾンビたちを蹴散らせる新モード、カプコンヒーローズも追加されます。カプコンさん、ぜひなるほど龍一も入れてください。はい、来週の注目タイトルをご紹介します。今回は3本で、9月14日はアンチャーテッドシリーズの新作五大神の秘宝が登場します。ネイサン・ドレイクが主人公でない初のアンチャーテッドとなり、今までと一味違った作品になりそうです。同じく9月14日にはウィニングイレブン2018がプレイステーション4とプレイステーション3でキックオフします。そして9月15日はあのサムスのかなり久々の登場、メトロイド2をベースとした完全新作横スクロールの、メトロイドサムスリターンズが 3DS に登場します。以上が本日のウィークリーフィックスでした。他のゲームニュースは jp.ign.com で、チェックしてくださいね。それではまたお会いしましょう。バイビー。